インポスターの妨害はマップから指定できるみたいな。そうですね。てか右下にそうなんかあのサボタージュって出るから、うん、それでなんか好きなとこクリックすると、うん、そこに、うん、あそこに出せるんだ、うん、なるほどね、はい、現場行かなくてもできましたね。うん、あーなるほど、うん、あじゃあもうその妨害の能力が出た瞬間に、うん、あの見ててもわかんないってこと、その妨害を出した瞬間、うん、わかんないです。そういうことか。だからわざとタスクするとこの前とかでやってればいいんじゃない。あーなるほど、ね、停電したみたいな、わざとなく、うん、あーなんか場所によってなんか違うんだね。なんか停電ブレーカー落とすと視界が悪くなったりとか、うん、なるほど、そうあの、うん、O2 っていう部屋のところの妨害ボタンを押すと、うん、さっきみたいな酸素がやばいよってなりますし、なるほど、そうあの電気室のところのなんか電気のマークの妨害ボタンを押すと、うん、さっきみたいに停電になりますし、うんうん、あと扉のボタンを押すと扉が閉まって開かなくなるとか、うん、なるほどなるほど、ちゃんとなんかあるんだね行動のあれで、どんどん人狼の人が、ね、あじゃああれからなんかあの酸素室とか、うん、なんかこう死に直結するところの間で、うん、あのタスククリアする前に部屋とか閉めれんだじゃん、うん、視界悪くしたり。あそっちは閉めれなくなってましたね、うん、あ, なるほど、あそうなんだ、あの O2 の部屋は閉めれなくなってました。うん、ドア閉めんのも人狼がやってるんですかあれ。はい、ドア閉めるのも人狼がやってる。開けるのも勝手に人狼開けれるんですか。いや一定時間は行きます。ああそれはなんですね。なるほどね。で扉もやっぱあのクールタイムがあるんで全部閉じたろうとかできないです、うん、なるほど。ここの箇所だけでクールタイムが必要で、またやるには何秒後何十秒後みたいな、そういうことか。なるほど、うん、じゃあもう一戦やりましょうか。じゃあ行ってきます。しー来たよ。よしよし、私はね人狼じゃないですからこれはね。レプチンさんなんかほんと絶対単独行動。いやいやちょっと待って、もうマジで最初に殺されるのだけ嫌なんだよね。何？早すぎやしねえかい？下行ってくるわ。いや怖いんだよなこれね。いやだ。魔王さんさ。魔王さんなんだよなこれ。マオが来たようなこっちから。あ早速ですか。はい、ベルクラさんが死んで、はいはいはい、飛び込んで、はいはい、ベルクラさんの下に向かうときにマオとすれ違ったんですよね。これ、今、右下いて、で、いいでね、そのまま今、緊急タスク来たから、緊急タスク側に向かって今、行ってました。うんうん、で、うん、フルコンさんとすれ違ったら、フルコンさんが通報したから、うんうん、で、俺は死体見てないですよ。いや、あのね、その前なんだけど、はい、フルコンさんとベルクラさんは一緒にいたの見ましたよ、僕は。そうそう。あ、そう、うん、フルコンさんは別れたの？ベルクラさんと。別れた。ショコと、最初ショコに付きまとってたら、ベルクラさんも来て、うん、うん。で、二人ともタスクやってんなっていうのを確認して、うん、で、上から下に、真央とすれ違って、下に行ったら下を見つける。で、下の方はい、僕今空気のミッション来てましたよね、緊急ミッション。はいはいはい、はい、それを、やってる時に、うん、隣にフルコンさんもいて、うん、でベルクラさんがそれをちょっと遠くから怪しげに見てて、で消えてって、でそのタスクは終わって、そのもう1個2個やらなきゃいけなかったんですけど、もう1個の方やりに行ったら、チクさんがすでにやってて、でタスクを完了させたんで、多分僕はチクさんは白いんじゃないかなと、ちゃんとやっててクリアしてたので、ね、ちなみに自分は始まってから真央さんと1回すれ違っただけで、はい、ずっと原子炉のタスクやってました、はい、だから誰とも会ってないです。じゃあ、ね、まだ確定できないんで、うん、ここで殺すのは危ないかなと思うんですけど、これはスキップですね、はい、まあ、これは、はい、これは何も入れることができない。ただ、まとめると、真央さんとフルコンさんがちょっとその現場にいたので、怪しいかなっていう感じがしますね。近場にいたのは、そうですね、はい、俺とフルコンさんなんで、ちょっと怪しめに見てる。その2人、ちょっと様子見した方がいいですね。はい、OK です。に向かう途中に、真央がそこ現場から離れてたっていうのだけ、ちょっと僕から。わかりました。はい。フルコンさんいいとこはついてくわ。フルコンさんいいとこついてくわ。分かんねえな。今も完全になんか緊急タスクも、まあ誰かやるやろと思いながら自分のタスクやった。またダメですよ、それ。危ないですよ。人が減ったら、今だから誰かやるかと思って。フルコンさん、左下の投票、飛ばすやつやんないと。多分あ、なるほど。スキップモード、スキップモードってちょん。はい、そうです。
これでスキップですね。はい、ああ、なるほど、入ってる、ね。状況分析では、行きましょう。また、頼りです。ではないけど、はい。いや、もう私のね、もう無念を晴らしてほしい。で、私もこれ仕事があるから、死んでも。やっていくよ。仕事やっていくよ。こうやってね、みんなに貢献していく。幽霊になっても、立派に生活していく。こうやってな。フルコンさんね、私に確かに意見がね、近いので、私の状況分析が正確なんで、やられる可能性あるよね。こういうのをね、細かくこなしていくよ。ほらよ。仕事だ、仕事だ。いや、でも死んでも役立つのっていいね。うん。なんか、左の方でピコピコなってるぞ、あれ。大丈夫かな。あ、みんなまだいるから大丈夫だね、これね。ガソリンがさ、貯めるだけでいいんだね、これ。幽霊になっても働き者だよ。あれだけいれば大丈夫でしょう。あれだけいれば大丈夫よ。その間にわし仕事こなそう。あ、こういうタスクになるんだ。で、ここで隕石壊しね。マウサーの威力を見せてやる。こういうことだ。出てきた瞬間打ち倒す。知ってもこぎ使われるというね。このブラカン、ブラカンさん。あの、はい、あの僕が、はい、あのフルコンさんの死体を発見しました。あ、そうなんだ。今びっくりした。俺、殺されたかと思った、今。僕も。俺もそう。俺、地区に、あ、地区に殺されたわ。あ、レポートね。あの、はい、あの、ディスカッションの画面がですよね。うん、なんか、あの、フルコンさんが死んでたのは、は、う、い、ん。あの、中央のカフェテリアの一番下の方ですね、うん。ガソリンとか補給できるところの部屋の下の方で死んでました。はいはい、俺、あの、フルコンさんなんか、ショコと一緒に移動してなかった、うん、そう、俺結構兄貴疑ってて、うん、兄貴に殺される殺されるとか言ってたんだけど、もう全然何もやらなくて。うん、まあ、近くにいたのはマオシーなんだけど。そうですね、僕もマオさんが近くに入ってる。それ見て、で、うん、ショコとフルコンさん一緒にいるなって思って、うん、で、タスクやりに行こうと思って、右に行ったら通報が来たから、うん、やや怪しめに見ていたりするんだけれど、そんなことはない。うん、でショコ別にいた他の人と。俺は、こっちまで僕と。そうだね。ザムさんはなんか助けやってて、地区と最後すれ違って。うん。俺も単独でタスクやってて、途中でなんか扉閉じ込められたの、わかります？ああ、わかります。俺は閉じ込められてないわ。あの、僕たちはあの、閉じ込められてて、魔王さんとフルコンさんと、はい、まだ、はいはい、あと誰か言ったかわかんないですけど、そこに僕がいました。はい、ですよね。で、そっから考えるに、多分俺、真央さんかショコさんだと思うんですよ。そう、さっきのフルコンさんが、ベルクラさんの死体見つけた時の証言的に考えても、はい、やっぱ、かぶるですよね。さっきと同じように、その二人がまた容疑者として上がってくるので。はいはい、そう、まあでも、そう考えると、はい。最初に疑われてた真央氏とフルコンさんの、真央氏2回目疑われてる。うんからちょっと、ローコンさんに入れるから。俺はちなみに最後までチクさんに会った以外は全員、はい、あの人狼だと思ったから逃げるようにタスクやってたんだけど、うん、まあでもまあまあ最初の順当に行くならマオシーかな。いやでも俺だと思うんですよ。個人的に俺、うん、ショコがフルコンさんと一緒にいて、はい、で死んだっていうのは結構怪しいかなと僕は見てます。ただショコさん、うん、僕と2人でいたんですよ。結構最初の方でシコとずっと一緒にいて、はいはい、そしたら僕殺すじゃないですか。はいはいはい、殺さないってことは、ちょっとショコさん、死の説濃厚なんじゃないかなって、ちょっと思って。なるほど。マオさんが怪しいのかなって思いますね。これは、はい、さて、どうなんですか？どうなるか。あ
こちんまる。やったやった胸を張らせたぞ。やったぜ。いやー、不安だと思ってた。最初に、フルコンさんがいい推理してたんだよ。いや、フルコンさん完璧じゃなかったら、俺なんかフルコンさん完璧じゃないって思ってたから、そうですね。フルコンさんいい推理してたから、殺されるぞって思ってたら殺されてましたからね。いやー、いや、俺噛むっていうのは、なんか。ちょっとね、そう、フルコンさん以外が噛まれてたらちょっとわかんなかったっすね。そう、対象してる人を倒しちゃうとね、自分に疑いが集中しちゃうんだよね。そう、頭では分かってたけど、こいつめちゃくちゃいい推理するって思いながら噛み殺して黙ってほしいっていう気持ちだけで噛み殺してしまった絶対ダメだったな。このゲームマジでめっちゃおもろいじゃないですか。面白いっすね。面白いっすね。じゃあ、あの会議緊急で始まるのびっくりするんだけど、人が近くに本当ですよ。死んだかと思うよね。死んだかと思う。いや、真央さんに殺される率半端ないんですよ、私。またベルクラさん殺されてるよ、ね。いや、マジで。ベルクラさん、あれで単独行動がもしかしたら多いんじゃないですか。いや、単独しないようにしてたのに、ちょっと離れて下様子見た瞬間、ガーンって言ってましたからね。いや、もうベルクラさんもだって最近一人ですれ違うから、もうあのマラソンの途中に水取る感覚でベルクラさん殺す。いや、本気ですよ。いや、遠くに真央さん見た瞬間、私反対に逃げたんですけど、もうダメでしたね。一瞬でしたよ。もう大丈夫ですかね、この間。あ、はい、はい、ちょっと映します。すいません、スタートおっしゃいました。大丈夫です。はい、行きます。はい、はい、じゃあちょっと移動しますんで、ぜひ見てくださいと。よろしくお願いいたします。いや、やべえな、これ。怖えな。いやー、とんでもねえな。みんなと一緒に行くよ。え、もうなんか停電になってない？やばい、ちょっと待って待って。お、ザムさんと、ザムさん。え、ザムさんの。しょこさんがいた。よかったよかったよかった。あ、あ、生きてる。よし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 。いや、これは絶対生き残ってみせるからな。よっ。下手に単独行動しねえぞ。あ、上にもあるんだ、タスク。ただのバナナじゃねえってことを証明するぜ。セキュリティの方。セキュリティの方ですね。怖えな。え、下？なーにー？これか。なんだこれ。あ、いけたいけた。真央さんもやってるね。なにこれ。あ、わかったわかった。こういうことか。意外と難しいじゃないか。なるほど。なん、もう死んだんですか。はい。はい。あ、なんか、なんか、なんか死んでました、今。え、死んでましたね。死んでますね。これなんか、思った今。おかしい。急に、真っ二つになってた。真っ二つになって、なんか、チクさんが見てて、なんか、チクさんどこ見てんだと思って下見たら、ルプチさんが死んでた。あ、死んでた。え、もう気づいたら。右、下、あの、ガソリン部屋のところ。あー、あー、ガソリン部屋か。僕は、ベルクラさんと一緒に、あの、緊急のやつで、二人止めるやつやったんで、ベルクラさんだいぶ白く。そうですよ。私もマオさんやってたから、その2人見てて、そう、うん、で僕とフルコンさんで手形やって、そう、その4人でいたのよね、結構。そう、ザム地区ちょっと何してたかもしれない。確かに。そう、俺はタスクやってた。で、俺は結構タスク進めたもん。うん、ほう。僕もあのなんかちょ見えたんだよ、そのやってんのタスク、うんうん、でみんなでなんかの電力室みたいなとこ入ってくの見えたから、うん、あ、じゃあいいわと思って、あ、緊急のやつ、ね、あ、そうそうそう、でタスクやってた、ずっと。
もう僕も本当にタスクやってて、で最初そのガソリン入れてたんですよ。でそのガソリン入れてた時はレプチーさん死んでなかったんですよ。ちゃんと生存確認もできてて、でその時いたのがショコさん、マオさん、フルコンさん、レプチーさんいたのは確認できてたんですね。その部屋で、そのガソリンの部屋ですか？はい、最初っすよ、本当に。ガソリン部屋で見つけたんすけど、なんか、畜産でも明らかに見える位置にいたんだよな、なんか、それ、畜産の下に。下に畜産いたのに、で、俺が行って、二度見して、あ、死んでるって思って。うん、僕ももう一回ガソリン補充しようとして、ザムさん行って、あ、レプさん死体あるって押そうとしたんすけど、ザムさんがやっぱ早かったっていうのが、うん、うん、見つけたんだけど、はい、あ、じゃあ同時に見つけたってこと？でもなんかちょっと今の、ね、いやでも前からいたよ、地区この部屋にも。前からいて通報してないっていうのが、うん、それは確かに怪しい、怪しいですね。これもちょっと入れるわ、今回。入れる。これ畜産怪しいっすよ。なんかさすがに見えるでしょ。でも、うん、いや後悔するよ。これ畜産あれだったらあのザムが怪しいってことになるから。ああ、その作戦。そうですね。その作戦でいきましょう。畜産はまあ絶対やってたけどな。これ前任だったとしても。じゃあ俺次怪しんでくれていいよ。もう一応俺の中で冷戦で畜産がすげえ怪しいから。いや多分後悔するよ、多分さん。なんだそのテンション。持たせるじゃん、すげえ。ああ、これはね、じゃあ、これはね、これさすがにザムさんよ、これは。いいときも。ちょっとやめなさい、すいません。じゃあ、あ、15秒、あの、まだ押せない。あ、そっか、これ。これはもう、このケース。押して、もう会議ですから、これ。どうもどうも、戻ってきました。あ、どうもどうも。どうもどうもどうも。ちょっとそうですね。ご無沙汰してますけども。エマージェンシー待ちしてるの笑ってた。これでザムさんでしょ？ザムさんかな？まずは。まあ、そこだな。もう必要以上に反論してないんで、ザムさんなんじゃないかな。うん、流れ的に。仕事って弱いな。全員がボタンから離れなかったの笑ったわ。あ、来た来た来た。もう逃げそうよね。これねえ、なんかでも言えなくなるなこれ。まあ、いやでも、あの、俺死んでたんですけど、そのガソリン部屋の下の方に、で結構見つかりにくいところでザムさんに殺されて、はい、あ、すごいうまいなと思ってたんですよ。はい、で、チクさんがガソリン補充してた時、はい、俺に気づかなかったんです。もう死んだ。で、チクいたのあれ左に。はい。あの補充しろって言って、はい、そしあれザムさん近くに。いや、じゃ本当に見えてねえじゃん。いやでもザムさんがそこに居合わせちゃって。ザムさんがそこでスルーするわけにいかないじゃないですか、俺の死体を。あ、そうそう、俺も見えてるからね。見えてるから。だから、ちょっとやばい状況になっちゃったんですよ。え、俺も言いました。あれって、え、気づいてなかったら俺言わなかったよ、マジで。あれ、殺人現場もしかして。うわ、そこ殺人現場でしょ。そんなそばで送ってたのに気づいてなかった。あの状況で気づいてるんだ、気づいてって言えよ、俺し、スルーしたのに。気づいてなかったなぁ。ザムか、ザムかわいそう。俺、なかったじゃん、死ぬこと。まさかの、気づいてね。なんなら、畜産まで殺してもよかったまであったら。いや、マジで、あのね、はしごすればよかったら。そう、はしご。同じ子に死体2個あったらさすがに笑うけど。2人になっちゃうと、割ともう、じゃあこの2人つって終わりみたいな。ありがちは。そうですね。ちょっとあのマップ変えてみます。3つあるんですけど、あ、はい、違うマップちょっと選択してみますね。はいはい、はい、楽しみだ。マップ覚えねえと、違うマップ。さあ、私はどっちだ。はい、村人の方ですね。こんなんなの。ああ、そういう感じか。離れ離れになってるの。ルコンさんとショコさん。あ、暗い暗い。身を任せて走るしかない。ここだ。あ、みんないた。なんだこれ、なんだこれ。ああ、
捨てていくんだね、こうやってね。レプソン何やってんだあれ。あ、出すか。え、何した。え、マオさん今なんか、いや、ちょっと後ろのマオさんがなんか怖えな。いや、これさ、下にあれあったのか。急げ急げ。こういう時も手分けして探すやらないとダメなんだよね。あれ。すげえ。迷子になっちゃった。迷子。みんななんか行き止まりで。ちゃんとマップ見てみんな。俺しかいなかったよ。俺なんか部屋なんかそこの原子炉の中入ろうとしたらなんか こっそり殺されたわ。でも あんな短い中だったけど真央さん怪しいと思ってましたよ。そう。ちゃんと問い目になって一人一人になって殺していいかな。いやそうだな。私なんかこうやってる時に後ろで真央さんがなんか文字文字してから、あ、やばってなったら、どっか行ったんで、あれ見逃されたもしやみたいな。なんか、ビンビンに伝わってきてましたよ。俺、配線直したらなんか、ベルクラさんがずっとなんか、行ったり来たりこっち来るからもう、聞かれちゃなかった。チャンネル登録は、PC の方は、画面のアイコンから。携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。